ドジャース、大谷翔平投手の球場入りが話題になっている。11日、日本時間12日、スプリングトレーニングは3日目を迎え、この日はシルバーのポルシェで球場入り。日替わりポルシェ、3代目のポルシェは大谷くん自ら運転、何台何種類のポルシェがあるんだ。と衝撃を受けている。実際の様子、オープンカーを颯爽と運転、美しい、貴重だわ。 ハンドル握る大谷翔平大谷はこの日、スプリングトレーニングでは初めて自ら運転。助手席に水原一平通訳を乗せていた。乗っていたのは、2シーターのスポーツカータイプ、911タルガ 4S。天井を開閉できるオープンカーで、同社のホームページによると2200万円を超えている。初日は白のポルシェで球場入り、コンキャンプはこれで3代目となった。 同社のブランンドアンバサダーを務める大谷昨年12月にはチームメートのジョー・ケリー投手の妻へ背番号を譲ったお礼に新車をプレゼントして話題になっている SNS では毎回違う車種が話題に宣伝になるからいろいろな車種提供しているのかなまた違うポルシェだ毎日別の使って欲しいってポルシェ社からお願いされてんのかなとコメントが寄せられていた